どうも、整体サロン朝日の富士山です。本日の動画は背骨を丸くするためのアイデアをあなたにお届けしたいと思います。ぜひ最後まで動画をご覧ください。始める前に、なぜ背骨を丸くする必要があるのかを解説していきたいと思います。人間は母親のお腹の中にいるときは背骨は丸くなっていますよね。生まれてからもしばらくは床に背骨を預けて生活していると思います。寝返りができるようになり、少し頭が持ち上がるようになって、少し体が反るということを覚え始めます。なので一番最初に獲得している機能は背骨を丸めるという機能なのです。しかし仰向けに寝て背骨がしっかり床についているとスペースがなくなるはずですが、我々の体はどうなっているでしょうか。もちろん成長してきて背骨を反る機能も手に入れたので、スペースがあるのは問題ありませんが、スペースだらけというのは問題ではないでしょうか。睡眠の質が悪い、寝て起きても疲れが取れないとお悩みをお持ちの方は、背骨を床に預けるということができていない可能性があります。自分の背骨はどれくらい床に預けられているのか、今回の運動で確認していきましょう。それではレッツゴー。さあ行くぞ。はい、始めていきます。まずはボディスキャンをやっていきます。一番床と接している部分はどこなのかを確認していきましょう。左右での違いなどがあるかを確認していきましょう。腰のスペースはどうなっているのか、首のスペースはどうなっているのか、頭は重たくないのか、そういうことを確認していきます。本日の運動で腰のスペースがかなり変わると思いますので、最初の状態を覚えておきましょう。まずは両足を上げてみます。どのように両足が持ち上がっているのか、そういうことを確認していきます。重いのか軽いのか、お尻が上がって背骨が曲がるっていうことができているのか、片方ずつ上げるとどう感じるのかを確認していきましょう。左右で違いはあるのか、それともないのかを確認していきます。両足で膝を抱えると腰のスペースはどのように変わるのかを確認しておきます。まずは右足からやっていきます。右足を持ち上げて手でお腹の方に引き寄せるということをやっていきます。これは簡単ですね。ゆっくり動かして、お尻の丸み、背骨の丸みはどのように変わるのかを確認していきましょう。お尻の尻尾が上がって、背骨が丸まるという運動をやっていきたいですね。次は右膝を抱えたまま、左の足を持ち上げて、左の足をゆっくり下ろしていきます。腰のスペースが出てきたなと思ったら、すぐに足を戻してください。腰のスペースは足を持ち上げるときには必要がありません。腰の尻尾が持ち上がって背骨が丸くなって足が上がるというような体の反応運動がありますので、そこをしっかり確認していきましょう。足は重たいですかね。膝を抱えていることによってどうなりますかね。右の背骨は丸まってますね。で、一度足を解放してボディスキャンをもう一度やってみます。右と左の違いを確認してみてください。どっちかに多く体重がかかっているかなと思います。もう一度両足を持ち上げてみて、何か初めに動かした時と違いはあるのかを確認していきます。次はヨガブロックなどを使って頭を高くしていきます。そうすることによって背骨の上の方が丸まることがわかります。
左の足をやっていきます。左足を持ち上げて丸める、お腹に近づけるということをやっていきましょう。背骨が丸まる感覚を味わってみてください。右と左で何か違いがあるのか。上が丸まっていることによって足の動かしやすさはどう変わるのか。上げやすくなるのであれば上の問題があるかもしれません。そんなことも感じながらやっていきましょう。左膝を抱えて右の足を曲げたり下ろしたりしていきます。腰のスペースが出てきたらすぐに足を戻してください。下ろすときに腰のスペースが出ないように意識して右足を動かしてみてください。呼吸はしっかりしてますか？そんなのを確認しながらやっていきます。ゆっくりと動かしてみてください。足をそんなに頑張る運動ではないので、ゆっくり気長にやってみてください。で、終わりましたら頭のブロックを取りまして、もう一度ボディスキャン、体がどのようになっているかを確認します。初めと比べて腰のスペースはどう変わったのか、体の接地感がどう変わったのかを確認してみてください。足の上げやすさはどう変わったか、そういうのも確認していきましょう。上げやすくなっていれば背骨が少し丸まりやすくなったかなというふうに認識してもらって構いません。背骨を丸めるという運動でした。お疲れ様でした。頑張ったね。はい、運動お疲れ様でした。地味な運動だったので途中で嫌になる人もいると思います。筋力に依存して動いている人たちはこういうゆっくり動くということに慣れていないと思います。ゆっくり動いて力を手放していく作業が体の動きの質を高めるのに重要だったりします。私もまだまだ筋力に依存して動いている部分があります。少しずつ手放していければいいかなとは思っています。まずは我々が一番最初に獲得する背骨を丸める機能を獲得していきましょう。丸くなれるからこそ伸びることができる。どちらかしかできないと体はどちらかに固まっていってしまいます。人間の体は多様性を持っていますので、どちらもできた方がいいです。そんなことを考えながらこの運動をもう一度やってみると違う効果を体感できると思います。この運動で体の変化を体感できた方は毎日実践して3週間は継続してみてください。皆さんの体をより快適にするのにお役立ていただければと思います。今回お送りした背骨を丸めるためのアイデアはいかがだったでしょうか。この動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画が効果あったと思った方はいいねや高評価の方もよろしくお願いします。ご感想は概要欄にお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。富士山でした。